4月の19日です。10時半です。今から、ホンダ VFR1200X で、バイク人ラリーの旅に出たいと思います。もう一つ私にとっては実はバイク人ラリーだけでなしに、行く予定というか、希望はあるんですけども、今日から出発していきたいと思います。風がありますね。で、今日は美濃田のうちキャンプ場に行くわけですが、高速で行くかどうするか迷ったんですけど、やっぱり今回ケチケチ旅行という基本的なスタンスもありますので、できるだけ高速は使わないようにしようと。使わんちゅうわけでもないんやけど、できるだけ使わんで下道でのんびり走っていくということにしましょうと。気温25度やんなと思うな。先ほどまでは吉野川だったんですけど、今度は讃岐山脈の下やね。こう右側がもう讃岐山脈で、ここを越えると、香川県に入るというところね。この左側はこれ高速道路ですね、徳島道。山の新緑、この辺あたりごっつい綺麗な。今からは綺麗だろうな。この準備物に、あと釣り道具が入るから、何かいらんもんをちょっとでもこれしていかないかんだな。今回の旅でそういう取捨選択というか、ツーリングキャンプはそれはそれですごく、ここ目の前のお甲津さんやな、甲津山とその前にある灰原、オアシスに到着しました。
キャンプ場に着きましたが、この辺あたり、この前ここに撮ったんですけど、下がものすごい硬くて、だから今度はねちょっと違うところにしようと思ってるんで、どこにしようかなっていう感じだよね。あ、ここもどっかちゃう人、こんなともあっちかな。箕田のうちのキャンプ場にやってきました。タープを立てる必要もなかったんですが、一度立てておかないと、ロープの長さとかの関係もあるので立てましたが、大変でした。くたびれました。さっさとできたいうことはありません。このタープの張り方、実際忘れとったな。どないしてこうやるんか。箕田の淵の吉野川沿いの、今からちょっと買い物に行ったり風呂入ったりするんですけど、向こう側の方のキャンプ場、すごくパーソナルな感じでいいんですけど、下が硬い、ペグが待って全く刺さらない、それでですね、この鋳造っていうかな、これ買ったんですけど、ここでもこれ以上これ入らないんですよね。ガンガン本当ここまでしっかりこう埋めたいんですけど、もうないしてもしゃあないかってこれにしてますけど、こんなとこですね。もう今飲んで俺もう精一杯やけどな。もうなんせわしな、基本は買わないのに、でも実際はなついポチってますんやよ。もうこの間工事さんちっちゃい子の焚き火台だよ。アルコールストーブかな。なるほど。これ燃えました。ダメです。明日松山に行って、なんかそれに変わるものも、あ、そういえば明日のことなんですけど、はい、明日の朝、ここへ電話して、はい、行けるかって分からんだよ、分からんだよ。あのな、3つぐらいあの辺あたりから、あるのに、無料のところがすぐ並んだよ、結局、何見たかって言ったら、明日はこっからのビリーです。
岩屋に行ったり、ダム行ったり、まあ、しながらこういうふうに通るので行ったらどうかなっていうふうに、うん、ただな、そのルートには大バイトで入ってるね、行く道がね、うん、このまま、あ、そうですか、そうなんです、それも大杉にあった大杉、なんとかの大杉っていうのもな、うん、そこも、なんか、そこへ寄るとかな、そんなのが何度も行けるのに、大杉寄ってみる。チャンネル登録よろしくお願いします。コメントもくださいね。